こんにちは。どうも今日はよろしくお願いします。ご無沙汰でございます。あ、手冷たいよ。ちょっと緊張してるんですからよろしくお願いします。一番悲しくて辛かった時もその顔を見ただけでただ嬉しくなった。僕は大学時代からずっと小田さんのファンでしたし、この25年明治安田ずっと小田さんに応援をしてもらって、支えられてやってきて、今こうやってまだこう発売前の曲を小田さんの前で聴かせていただけるなんてことはもう言葉にできないです。本当にありがとうございます。いえ、こちらも感激です。ありがとうございます。はい、新曲に込めた思いはそのやっぱりありがとうですよね、うん、ファンの人、そして明安、はい、それからいろんなスタッフにここらできっちり感謝だなっていう思いで書きましたね。あんまり手の内を明かしたくないですけども本当は感謝っていう言葉を入れたかったのね。ありがとうじゃなくて感謝っていう言葉。ありがとうじゃなくて感謝、はいはい、ありがとうっていう一言がなかなか言える人と言えないタイプとはあるんだと思うんだよね、はいはいはい、あいつはありがとうって言ったことねえなみたいなじゃなくてやっぱり素直に伝えるっていうことがとっても大事なんだよね。僕の気持ちの中でもありがとうって言葉はいつもこう頭の中にあるし、いつも口にしてる言葉でもあるので、青田さんが最後心を込めてありがとうって言ってくださったことを、まあ、すごく僕は嬉しいし、なんか、うん、涙溢れましたね。ありがとうございます。ありがとうっていうのは最後に絶対来るんだっていう確信はなかったですけど、これからお話になると思いますけども、はい、超えていくっていう、はい、のがテーマになっているということで、はい、超えていくっていうのは超えていく前の段階があって、はい、で満を持して超えていく、はい、その手前のところでいろんな人に世話になってる、はい、それは生産っていうとおかしいですけども、ちゃんと伝えておくべきだっていう、はい、自分にもどっかで本当に届くようにしてありがとうということを伝えたいなと思っているんで、そこがとても重なってくるなって思うんです。いや、そこを書けばいいんだっていうことで書きました。ただありがとうって言わないでありがとうを伝えないといけないなって今いろいろ聞きながら思ってたけども、それは本当にありがとうがただいまぐらいなことになっちゃってもいけないし、なるほど、なかなか、まあ、皆さんにどうに届くかなと思っております。小田さんらしいなと思うのは、あの一人一人とかその一瞬一瞬、まあ、ここで言うとあの日も、うん、そしてあの日もとかですね、そういうやっぱり一人一人の一瞬一瞬に対する優しい思いが小田さんらしいと思います。終わってみればなんかいい感じでできたな。それで今日社長がちょっと感動してくれて、ああ思いは果たせそうかなっていう、その一歩を歩み出したかなっていう気持ちですね。 ありがとうございます。あともう一つ今さっき感じたのは、この歌詞の中でその顔を見ただけでただ嬉しくなったっていう部分も、あのとてもこう心に響くフレーズでした。まあ、うちの営業職員って75歳まで働けるので、まあ、人生の先輩も多いんですよね。でそんな時にこう目を合わせて挨拶しただけで、あるいは握手しただけでこう涙あふれることがあって、それはどういう時に涙あふれるのかなって自分なりに解釈しているのは、態度価値が美しい人になると僕は涙が出るんだなと思ってるんですね。今日このその顔を見ただけでただただ嬉しくなったっていうのはすごく心に響いたフレーズの一つです。本当にありがたいことです。ありがとうございます。言葉にできないから始まって、はい、っていうことを考えると、ああコロナがあって、はい、それでここへたどり着いてきたっていう、
そんな風にして25年あっという間だったけど、確実に確実にその時その時あったなっていう、それこそありがとうありがとうありがとうってことですね。ああまた頼んでくれるんだなっていう、まあいつかそういう機会があったらまた感謝っていう、はいはい、お待ちしてます感謝も余計なこと言って